昨日何度もやり直してもどうしても縫えなかったこの襟のところをちょっとほどいちゃいました。でも全部ほどいちゃうと縫い代を切ってしまったところもあるんで縫えなくなっちゃうと思うんで、できなかったところだけちょっとほどってみました。どうしてもできないんで調べてみました。そうしたらここの襟のところを大襟っていうらしくて、ここの部分こうして返し縫いでギリギリまで縫ってたんですね。それでこれが身ごろとして、でここに合わせて、いつもはこんな状態で縫うことになってしまって、もうこの糸も見えるし、ここも縫い代が大量に集まってて縫えたもんじゃないってことにいつもなってしまって、昨日はここの作り方がいまいちうまくいかないで失敗したんです。1-2mm 空いたここからこっちに縫い始めた方が、ちょっとここは開けといた方がいいらしいんです。試してみます。ちょっと 1-2mm どころじゃないけど、まあなんかこんな感じでちょっと開けて縫いました。それでこのはみ出てる縫い代も切った方がいいみたいで、それで裏返して、それでここ縫ってないのでちょっとここめくりながら縫うことができるそうなんですよ。それで縫い代を入れる。ここ縫ってないからこの端っこが出てきちゃう、やっぱ無理か。 1-2mm っていうのがポイントなんですね。押さえがこれしか上がらないんで 1-2mm が見えないんで、覗きながら針を手で落として 2.5mm ぐらい開けられました。そうしたらここをめくって縫う。この糸持ってないとなんかねごちゃごちゃってなっちゃうんですよ。持ちながら返し縫いが押せない。いつも針が引っかかってたとこがめくって縫えたので引っかからない。それでここに縫い代を収める。まあ、昨日よりは収まりは良くなったのかな。なんかこれでいいもんなのか、ここの糸が見えちゃっていいのかな、よくわかんないけど、まあこれやってやるみたい。1ミリじゃきついし、5ミリじゃ大きすぎるし、2ミリかな。でもこの布の厚さだったらって感じだと思うんですよね。この方法でやってみます。よし、これをここをちょっと2ミリぐらい開けたところからこっちに縫います。こんな感じでちょっと開けて縫いました。
で、これがね、どうしていいんだかわかんないんだよな。ここをめくって縫う。針の位置変えるか。いつもは針をここに落ちるようにしてるんですけど、ここがこの押さえと引っかかっちゃうんで、針をこっちじゃなくてこっちに落ちるように、こっちにして縫ってみます。そうするとこっから1センチ、ちょっとこっち、こうすればこのめくったところも引っかからないので、これで縫ってみます。ここ切っちゃう。収まりそうな感じ。これでいこう。それで間隔もね、細かくしないかったから、昨日はこうはみ出ちゃったりしてたみたいで、今日はうまくいくかな、試してみます。進まない。こう硬くてね、進まないんだよね。よいしょよいしょよいしょ。ダメか、進まないか。よいしょ。
表はいい感じで、問題の裏とここがなんか出てきちゃってるけど、でも昨日よりは良くなったからいいや。ここら辺もほつれそうだからちょっと手で塗っとこうかな。大襟またもう何回かやらないとうまくならない感じですね。これは難しいけど、でもやらないと服が作れない。負けずに頑張んないといけないとこですね。こういう難しいとこにぶち当たると一気にやる気が失せるんですよね。だけどこのポンポンさんの本はデザインが良かったんで、もう他にも作りたいって思うから、こんなところでくじけちゃダメだ。あ、できたできた、襟がつきました。次は袖縫い。袖口にもギャザーを寄せるようで、また粗いミシンをかけます。2本縫いました。そうしたら次カフス。カフスを表にしたので、袖の中にカフスを入れる。はい、袖下線、ここか。ここと、袖とカフスの2等分のところ。印つけとかなきゃいけなかった。ギャザーを寄せる。これはちっちゃいから縫いにくい。
キャザーが寄ってるからまっすぐに縫えてなくてもあんまり目立たない。あ、ちょっとここパンクしてるな、これ直そう。裏から留めるしかできなくて、このまま表に返します。待ち針を抜きにくいんですけど、これで縫っていこう。恐ろしいな、針先がこっち側向いてんだよな、怖い怖い。ここは丁寧に慎重に、針が刺さらないように気をつけて、怖い怖い。後ろ側、あ、見えちゃうけどもうしょうがないか。こっちは際のところギリギリで縫ったんですけど、このパンクが外れちゃうの怖がって、返しをもっと浅くてもよかったのかな。この一番下の線にこの折り目を合わせて留めればよかったんだ。結構深く折っちゃったんで、そうじゃなくてここのギリギリで折ればいいんだ。ちょっと待ち針痛いからクリップにしようかな。してなさそうだ。あ、今度は綺麗にできた。わかったわかった。これでもう一回反対側の袖も作ります。想定が2枚できました。次は袖をつけます。袖付けはね、もうしつけをすればなんとかできるから。印が2つの方が後ろだから、これか。
そしたらしつけをします。よく私この縫い代のところがぐちょぐちょって縫われちゃうんで、このしつけの時にちゃんとここを平らになるように縫っておいてみます。こんな感じでここめくれないようにちょっとぐるんって縫ってみました。次はボタンをつける位置を印をつけていきます。なんか私のミシンにこんなのがついていて、ここにこの使うボタンを挟んで、でこのミシンの粉のがついてて、これをここに当てるだけでいい。縫えました。ちょうどここが中心線になってしまったので、ここよりもうちょっと 2,3 ミリこっち側だったみたいで、もう一回やってみます。ここが前中心で、なおかつボタンの止まるところの点、それより 2,3 ミリ口から穴が始まった方がいいようなので、ここが紫の点で、それを 2,3 ミリ奥にして押さえを下ろして始めます。これで2センチと
2、3ミリ。こっちの幅も、うん、大丈夫。ボタンの付ける位置はこのボタンホールに合わせて書こうかと思います。こっちだけで測って印しちゃったんですけど、そしたら合わなかったんで、襟のところは実際着てみてつける位置確認します。止まんのこれ。もう止まった。こんなです。これで全部ボタンをつけていきます。12個だったかな、いっぱいあるんですけど、頑張ってつけていきます。ボタンをつけて着てみるとこんな感じになりました。今回は M サイズで作ったので肩回りもいいです。腕まくりもこんな感じでできます。ちょっと難しいところはありましたが、頑張って作ってよかったです。今回もご視聴ありがとうございました。